それにしてもほんまごついとこですね。いい加減足が疲れました。安心するといい。ここが封印区画の最下層だ。おお、ほんまですか。ええ、あと半分とか言われたらどないしようかと思いましたよ。ご謙遜を。神父殿が聖職者にしてはかなり鍛えてあるのはお見通しだ。そうでないと君の役目はなかなか務まらないだろうからね。あいた、かなわんな。まあええですわ。リベール王家とうちのところは昔から縁が深いみたいですし。せやタイさん、例の市長さんのあれですけど。ああ、封じの法上だね。名役に従い指定された方法で厳重に保管させてもらっている。いつでも手渡せると思うよ。おおきに、助かりますわ。そんじゃ例の仏見せてもらえますか。ああ、こちらだ。こいつはまた。七王教会もさぞかしこれらの扱いには困るだろう。超度級と言ってもいいアーティファクトだろうからね。ちょいと調べさせてもろてもええですか。もちろんだ。陛下の許可も下りている。どうか我々に知恵を貸していただきたい。こいつが報告書にあった和の守護者っちゅうやつか。カルバードで出土した巨像に雰囲気は似とるが。ああ、動いてるところをこの目で確認したかったわ。それと、古代ゼムリア文明末期、1200年前の代物やな。装置としての機能は不明ながら遺跡全体の中枢であるらしい。アーティファクトの解析は現代の技術では不可能らしいな。同じ動力によって稼働しながらもオーブメントとは異なる機械体系。そうラッセル博士がおっしゃっていたよ。早すぎた女神の贈り物。それであっちが。ゴスペルっちゅう漆黒のオーブメントが使われた直後、ここにあった巨大な柱が床の中に格納されたそうですな。ああ、ここを含めた四隅にある柱が格納されたそうだ。しかし2ヶ月近く経つのに、その意味は未だつかめていない。封じられていた輝くは、そして使われた漆黒の福音、装置が喋った第二結界とデバイスタワーの軌道。なるほどな。微妙にからくりが見えてきたわ。からくりが見えた？それは一体どういう？いや、なんちゅうか直感みたいなもんですけど、おそらくこの場所は門やないかと思います。門？ええ、そうです。女神の至宝に至るための道を塞いでいた門。そしてそれをこじ開けたのが福音と呼ばれた漆黒の鍵。そう考えればここに肝心の輝く輪がないのもうなずけますわ。だが道といってもここはすでに遺跡の最下層だ。博士の調査でも他のエリアが存在しないことは判明しているが。多分目に見える形での道とはちゃいますやろ。地下に流れる七葉脈、あるいはもっと別の経路、おそらくそれを越えたどこかに和の手がかりがあるはずですわ。
日以上飛行船に乗ってたらさすがに疲れちゃったね。早速訓練終了と帰還の報告をギルドにしに行こっか。エステルちゃん？うん、そうよね、エルナンさんに挨拶しなきゃ。もしかしてエステルちゃん緊張してる？うん、なんでかな。訓練に行く前はそんなこと感じなかったのに、これから本格的に声優劇師として動くと思うとなんだか落ち着かなくって。そっか、多分それは武者震いなんじゃないかな。武者震い？エステルちゃんはこの一月の訓練で強くなった。それは力だけじゃなくて知識とか慎重さとか判断力とかそういうものも含めてだと思う。謎の組織の陰謀を暴いてヨシア君を連れ戻す。多分そのことの大変さが前より見えてるんじゃないかな。あ、うん、言われてみればそうかも。間抜けだわ。登ろうとする山の高さが見えてなかった登山者みたい。登る気なくしちゃった？ううん、やる気だけは前以上かも。どんな山だって結局は一歩一歩登るしかないんだし、たとえ張ってでも頂上を目指してやるんだから。その意気だよ。それじゃあギルドに報告に行こうか。うん、了解。そうですか、二人ともご苦労様でした。では訓練の評価と合わせて報酬をお渡ししましょう。訓練なのに報酬なんてもらっていいの？ええ、これも仕事の一環ですからね。もちろんその分の活躍は期待させてもらいますよ。頑張ります。どうやら充実した訓練期間だったようですね。本当に勉強になっちゃった。また機会があったらぜひとも利用したいですね。それは何よりです。そういえばクルツさんたちは訓練場に残ったそうですね。うん、カルナさんたちと上級者向けの訓練をするらしいわ。しばらく帰ってこられないみたい。でも声優劇師が3人も国外に行ったきりだもんね。これから猛烈に忙しくなりそう。カシウスさんももう本格的に王国軍で働いてるんだったよね。あ、うん、確かレイストン要塞勤務になるって聞いたけど。カシウスさんは准将待遇で軍作戦本部長に就任されました。実質上現在の王国軍のトップとも言えるでしょうね。軍のトップ？それって今だとモルガン将軍じゃないの？当初はその予定だったそうですが、将軍ご自身の意向でカシウスさんに権限が集中する体制になったそうです。将軍としては若いカシウスさんに王国軍の未来を託したいんでしょうね。あんまり実感湧かないわね。カシウスさんならそれもありって気がしますけど。ただこれでますますギルドの戦力は低下しますね。まあ以前よりもさらに軍の協力は得られそうですが、ただ今の我々には新たに警戒すべきことがあります。え、それってやっぱり結社のことよね。もしかして何か動きがあったの？いいえ、今のところは。ただここ1ヶ月の間奇妙なことが起こっていましてね。例えば各地に生息する魔獣の変化です。魔獣の変化？具体的にはどういうことですか？まず今まで見たことのないタイプの魔獣が各地で現れました。さらに既存の魔獣も今までよりはるかに手強くなっているそうです。今のところ原因は判明していません。そんなことがあったなんて。結社っていうのが何かしたってことなんですか？いや、結論を出すのは現時点では早計でしょうね。ただ女王生誕祭を境にして何かが起こり始めている。
それは確実に言えると思います。そんな、実はその件について対応策を立てることになりまして、エステルさんとアネラスさんにもぜひ協力をお願いしたいんです。え、なんだ、もう到着してたのね。あ、シェラ先輩。シェラね。それにアガットも。おかえり、エステル、アネラス。思ったよりも早く帰ってきやがったな。シェラね、ただいま。アガットもお久しぶりだね。なあ、生誕祭の時以来だな。ヨシュアのことはおっさんから聞かせてもらった。へこんでたみてえだが、どうやら気合取り戻せたみてえじゃねえか。まあね。それよりもどうして二人が一緒にいるの？確かに珍しいツーショットですよね。あら、そうかしらね。ま、確かに一緒に仕事をすることは少ないかもしれんな。実はシェラザードさんとアガットさんには特別な任務についてもらうことになりましてね。そのために来てもらったんですよ。特別な任務？ええ、見喰らう蛇の調査です。結社の調査？それってどういう調査といっても、具体的に何かをするってわけじゃないわ。何せ実在そのものがはっきりしていない組織だしね。各地を回って仕事をしながら結社の動向に目を光らせる。地味で面倒な任務ってわけだ。なるほど。でも現時点ではそれくらいしか手はないのかも。それじゃあ私たちに協力してほしいことって？ええ、二人のお手伝いです。王国各地で情報収集するために、アガットさんとシェラザードさんには別々に行動してもらうのですが、得体の知れない結社相手に単独行動は危険かもしれませんから。じゃあ私たちのどちらかがシェラ先輩のお手伝いをして、もう一方がアガット先輩のお手伝いをするってわけですね。そういうことになりますね。どうでしょう、協力していただけませんか？私はもちろん。もともと結社の動きについては調べるつもりだったから、渡りに船だわ。私も協力させてください。そんな怪しげな連中の暗躍を許しておくわけにはいきませんよ。ありがとう、助かります。さて、そうなるとチームの組み合わせが問題ね。私たちとしてはどちらがパートナーでもいいわ。互いに面識はあるわけだしな。自分たちの適性を考えて二人で相談して決めてみろや。なかなか難しいこと言うわね。アネラスさん、どうしよう。そうだね。無責任かもしれないけど、ここはエステルちゃんが決めちゃうのが一番いいと思う。やっぱりエステルちゃんは声優劇師になったばかりだもの。遊劇師としての自分のスタイルがまだまだ見えてないと思うんだ。だからこれを機会に自分がどういう風になりたいのか考えてみるといいんじゃないかな。アネラスさん。アネラス、いつの間にか一丁前な口を聞くようになったじゃない。任せてくださいよ。ま、言うことはもっともだ。例えば俺とシェラザードは遊撃士のランクは同じくらいだが、戦闘スタイルの癖はかなり違う。俺はアーツは補助程度で、銃剣を使った攻撃がメインだが、私は機動力と無知の射程、そしてアーツも活用するタイプね。確かにそのあたりはどちらを選ぶかの基準にはなるわ。ただ遊撃士の仕事っていうのは何も戦闘だけじゃないからね。自分なりに考えて選ぶのが一番よ。それじゃあ。そっか、よろしく頼むわよ。声優劇師としての頑張りに期待させてもらうわ。頑張ります。それじゃあ私はアガット先輩と一緒ですね。よろしくお願いします。ああ、こちらこそ頼む。さてと、これでようやくこの問題はケリがついたが、具体的にどういう風に各地を回るかってのが問題だな。エルナンさん、そのあたりはどうかしら？そうですね、当面は忙しい地方支部の手伝いに行くのが
いいでしょう。実はボース支部とルーアン支部から応援要請が来ているんですが。グラッツとカルナさんが留守にしているから。アネラス、確かボースには詳しいな。そりゃあもちろん、これでもボースっ子ですし。だったら俺たちがボース支部に向かうとしよう。俺もちょいと野暮用があるしな。あ、アガットの故郷って確かラベンヌ村だったっけ。ひょっとして里帰りってやつ。ま、そんなところだ。それじゃあ私たちはルーアン支部に向かうとしますか。エステルもそれでいい？うん、もちろん。ルーアン地方か。みんなどうしてるのかな。各支部への連絡は私の方からやっておきます。それでは皆さん気をつけて行ってきてください。さてと、俺たちは一足先に行かせてもらうぜ。おい、エステル。ん？何？無理して気張ることも時には必要かもしれねえが、お前は女だ。たまには誰かを頼ったり弱音を吐いたりした方がいいぜ。何よ、女だからってバカにするわけ？いや、そうじゃねえ。男ってのはバカな生き物だから、つい余計な意地を張っちまう。俺やおっさんもそうだし、ヨシアもそうだったんだろう。バカで意地っ張りなんだよ。こればかりは死んでも治らねえ。だから女のお前が同じノリで無理をする必要なんざねえんだ。時には誰かに頼ったりして自分のペースで進んでいけばいい。アガット、うん、心に留めておくね。あんたにしては気の利いたこと言うじゃない。ほんとほんと、ちょっとびっくりですよ。あのアガット先輩が女の子に優しいなんて。どういう意味だこれ。冗談ですってば。エステルちゃん、しばらくのお別れだね。アネラスさん、訓練に付き合ってくれて本当にありがとう。本当はシェラ姉に頼まれて一緒に来てくれたんでしょ。ん？バレてたみたいだね。うん、ヨシア君のことをよく知らない人がそばにいた方が気持ちが整理できるからって、そうシェラ先輩に頼まれてたの。そんなことだろうと思った。ちょっと何全部バラしてるのよ。まあまあいいじゃないですか。でもそれだけじゃなくて、自分を鍛えたかったのも確かなんだ。エステルちゃんと一緒に訓練してすごく得るものが多かったのも本当だから、私からもありがとう、アネラスさん。それからこんなこと言い出すと変に思われるかもしれないけど、もう私たちは友達だと思うけど、私としてはエステルちゃんとそれ以上の関係になりたいと思ってる。ちょっと、いきなり何を言い出すのよ。先輩、止めないでください。私、これでも本気なんですから。本気って、はぁ、あ、たく、何やってんだか。そりゃ、私はエステルちゃんより2歳も年上だけど、でも遊撃士の中では同じような年頃だと思うんだ。それに、こういうことって年の差は関係ないと思うし、だからどうかな。嬉しいんだけど、そのちょっとびっくりしたというか。それにヨシアもいるし、各方面でいろいろまずいっていうか。ヨシア君？私とエステルちゃんがライバル同士になったら何かまずいことでもあるの？うん、年も近いし武術の腕も互角、お互い切磋琢磨できるといいなって思ったんだけど、迷惑だったかな。そういう意味だったのね。はあ、相変わらずずれてるというか、そんなオチとは思わなかったわ。うん、でもそういうことなら、不詳エステルブライト、若輩の身ではありますが、喜んで
アデラスさんをライバル認定させてもらうわ。やった。とりあえずどっちが先に先輩たちのレベルに追いつけるか競争だね。望むところよ。絶対に負けないんだから。やれやれ、こりゃ私たちもうかうかしてられないわね。まったくだ、向こう水なガキほど恐ろしいものはねえからな。ロレント方面行き定期飛行船セシリア号、まもなく離陸します。ご利用の方はお急ぎください。と、もう時間かよ。それじゃな、お互い何か動きがあったらギルドの支部を通じて連絡することにしようぜ。ええ、分かったわ。またね、アガット、アデラスさん。うん、エステルちゃんたちも元気で。も乗船手続きをしてルーワン行きの船を待とっか。そうね、反対回りの定期船もすぐに来るみたいだし、それとも1ヶ月ぶりだし一旦オートで買い物でもする？ああ、いいっていいって、買い物はルーワンでもできるしね。とっとと乗船手続きしちゃいましょう。分かったわ。乗船券は飛行船公社の待合所の中で売っているわよ。うん、了解。街で買い物がしたいの？あ、ううん、さっさとそこの待合所で乗船券を買っちゃいましょう。あれ？まったく、これだから尊大な帝国貴族というのは鼻持ちならないにも程がありましてよ。鼻持ちならないのはそちらの方ではないのかね。第一、エンジン供給についてどうして共和国が口を出す？それこそ内政干渉ではないか。安全保障上の問題ですから。帰国がリベールを侵略してからまだ10年しか経っていないでしょう。そんな侵略国家が抜け抜けと最新技術を手にするなど言語道断。友好国のメンツにかけても見過ごすことなどできませんわ。何が友好国だ。10年前も実際に兵を出したわけでもなかろうに。ただの傍観者風情が偉そうな口を聞くのはやめたまえ。なんですって。ダビル大使、そのあたりになさっては他の客の迷惑になりますよ。しかしミュラ君、エルザ大使もここはお引き取りください。この話はいずれ別の機会に双方の大使館ですればよいかと。そうですわね、帝国軍人に指図されるのはあまり愉快ではありませんけど、尊大で性根の腐った帝国貴族よりははるかにマシですわ。なんだと。それではごきげんよう。なんという失礼な女だ。これだから歴史も伝統もない成り上がりの庶民どもは。大使。分かっている、私は先に大使館に戻る。例の件については君に任せたぞ。了解しました。どうもこんにちは。君は確かエステル君だったか。久しぶりだ。生誕祭で世話になった時以来か。
よかった。覚えていてくれたんだ。それにしても、すごい言い争いだったわね。今の人たち、どちら様なの？男性の方は、エレボニア帝国のダビル大使。女性の方は、カルバード共和国のエルザ大使。どちらもオートにある大使館の責任者にあたる立場だ。そうだったんだ。あれで大使様か。あんな喧嘩越しで外交なんて務まるのかしら。知らねえ。いや、面目ない。もともと帝国と共和国は友好的な関係とは言えなくてね。さらにあの二人は性格的にも徹底的に馬が合わないらしい。まあ、顔を合わせるたびに口論ばかりしているというのは逆に気が合う証拠かもしれないが。そうかもしれないわね。それにしても気になること言ってなかった？エンジン供給とか内政干渉とか。あ、聞いたらまずかった？いや、構わないだろう。エンジンとは中央工房が現在開発している最新鋭のものでね、完成の暁には飛行船公社を通じて帝国と共和国双方にサンプルが提供される話があるんだが、その打ち合わせに来たところでエルザ大使と鉢合わせたわけだ。そうなんだ。でも新型エンジンくらいでどうして航路になるのかしら。オーバルエンジンの性能はそのまま飛行船の性能を左右するわ。軍艦に搭載されることを考えたら、いろいろと揉めそうな話ではあるわね。なるほど。確かにそれで帝国軍がパワーアップしちゃったらちょっとシャレにならないかも。あ、ごめんなさい。いや、確かにその通りだ。普通なら他国に最新技術を提供するなど考えられないが、これも女王陛下のご意向でね。技術的優位を独占するのではなく、多くの国に提供することで諸国間の平和を確立したい、そう思っていらっしゃるそうだ。なるほど。確かにそんな風に言ってたかも。それを考えるとやっぱり女王様って立派よね。ただの理想というよりずっと先のことまで考えた外交政策っていう気がするわ。ああ、リベール国民はあの方を大いに誇るべきだろう。すまない、つい話し込んでしまったな。乗船券を買うのだろう。俺はこれで失礼させてもらおう。あ、うん。そういえばミュラーさん、オリビエのことなんだけど、彼もうエレボニアに帰っちゃったのかしら。なんだ、知らないのか。生誕祭以来機会がなくて、挨拶してないまま会ってなくて申し訳ないなって思ってたの。心配せずとも、あのお調子者ならまだリベール国内に滞在しているぞ。しばらくエルモ温泉という場所で優雅に逗留するとか抜かしていたな。あ、そうなんだ。オリビエらしいわね。奴が大使館に戻ってきたら君たちのことを伝えておこう。少なくとも帰国前にはギルドに連絡するよう言っておく。ありがとう、ミラーさん。よろしくお願いするわね。こちらこそ、あの変人に付き合ってくれて感謝する。それではまたな。オリビエの知り合いにあんな真面目な人がいたなんてね。帝国軍人みたいだけど一体どういう人なの？ミュラーさんって言って、帝国大使館の駐在武官さんと言っても、私たちは 1,2 回会ったくらいなんだけどね。まだ若いのに苦み走ったいい男じゃないの。今度ぜひ一緒に飲んでみたいわね。もうリベールの評判を落とすような真似しないでよね。そういえばシェラネーはあれからオリビエに会ったの？ええ、オートで何度かね。実は温泉にも誘われてたんだけど、丁重にお断りさせてもらったわ。それってその、そういう意味で？どうだろう。まあここ1ヶ月は忙しかったし、そんな余裕もなかったからね。普段だったら宿代を全部おごらせてとことん飲みに付き合わせたんだけど。はあ、オリビエもある意味不幸よね。まあいいや、とりあえずカウンターで乗船券を買っちゃいましょう。
ゃいませ。国内線をご利用ですか、それとも国際線でしょうか。ルーア行きの乗船券を2枚お願いします。かしこまりました。あら、お客様、遊撃士協会の方々ですね。エステル様とシェラザード様でいらっしゃいますか。うん、オート支部のエルナン様から乗船券の代金はいただいております。どうぞお受け取りください。そっか、エルナンさんが。さすがエルナンさん、相変わらず気が利くわね。それではその乗船券を建物を出てすぐの場所にある受付にお渡しください。そこで乗船手続きを行います。いらっしゃいませ。定期船をご利用ですか。ご利用になる場合は乗船手続きをいたしますので、チケットをお渡しください。乗船手続きをしたら船が来るまで待っていた方が良さそうね。買い物とかはもういいの。かしこまりました。それではこちらの用紙にサインをお願いします。あ、はいはい。はい、結構ですわ。それでは定期船の到着まで発着場内にてお待ちください。うん、わかりました。じゃ、ベンチに座って船。この分だとルーアン地方は絶好の観光日和じゃないかしら。うん、そうかもね。もっとも今は観光以外で盛り上がっているみたいだけど。観光以外？市長選挙よ。現職市長が逮捕されてからやっと選挙が行われるらしいの。今は2人の有力候補の間で熱い選挙戦が起こっているそうよ。へえ、そうなんだ。でも確かにそうよね。いつまでも市長が不在でやっていけるはずないんだし。あら、そういえば確かダルモア市長の逮捕ってあんたたちが関わってたのよね。あ、うん、別の事件を調べてる最中になんかそっちの方にもつながっちゃって。でも実際に市長を逮捕したのはクローゼが呼んだ親衛隊だったのよね。謙遜しなさんな。教え子が活躍してくれて新人研修の教官として鼻が高いわ。でもそっか、あのお姫様とはその時に知り合ったのね。うん、ヨシアと一緒に学園祭の手伝いをしたりして。そういえばクローゼとも生誕祭以来会ってないな。うん、ティータと博士、それにジンさんとも。ジンさんは生誕祭の後カルバードに帰っちゃったわ。なんでも共和国のギルドから帰国の要請があったらしくてね。あんたによろしくって言ってたわよ。そっか、仕事だったら仕方ないよね。いろいろ助けてもらったから挨拶くらいはしたかったな。いずれ機会はあるわよ。それとティータちゃんとラッセル博士なんだけど、カシウス先生と一緒に軽く事情を伝えておいたわ。そうなんだ、ありがとうシェラね。ティータちゃんって本当に優しくていい子よね。あんたたちの話を聞いて目いっぱいに涙をためちゃって、それでも泣くのはこらえてて。お姉ちゃんが頑張ってるのに私が泣いていられませんで。あの子ってば。もうやだ、もう知らねえ、泣かせないでよ。ごめんごめん。でも本当あんたたちはいい人たちに巡り会えたわね。そうした出会いは大事になさい。うん、分かってる。ねえ、知らねえ、ルーアン地方に行ったら
仕事をしながらお世話になった人たちに挨拶しに行ってもいい？ええ、もちろんよ。さてと、到着までまだ時間はあるわね。私は席でくつろいでるけど、あんたはどうする？そうね、ちょっと船内を散策したいし、先に行っててくれる？うん、わかったわ。ただし、くれぐれもルーアンで降りるのを忘れないようにね。あら、お客様は遊撃士協会の方ですよね。うん、そうだけど。まあ、やっぱり覚えてらっしゃいます？私、空賊団の事件の時、皆さんに助けていただいたものです。あ、船長さんと一緒にいた人ね。ええ、客室乗務員のクラリスと申します。乗務員一同、皆さんには深く感謝しているんですよ。こうして業務に復帰できたのも遊撃士の活躍のおかげですから。どういたしまして。人質になってた乗務員さんはみんなもう仕事に戻ってるの？ええ、みんな今まで以上に張り切ってやっていますよ。そっか、よかった。みんなそれまでの暮らしに戻れたんだね。ところで今日はご旅行？それともお仕事ですかしら？残念ながら仕事。これからは仕事で定期船を使うことも多くなりそうなの。乗り合わせた時にはどうぞまたよろしくね。はい、お待ちしておりますわ。バレリア湖か。あの広い湖のどこかに奴が、そう、あの伝説の主がいる。相変わらずね。ん？はて、誰かと思えば君か。ロイドさん、お久しぶり。またバレリア湖の主に挑戦しに行くの？いや、今回はルーアンまでの予定だよ。市内でも手軽に楽しめるポイントがあると聞いてね。ほんと熱心よね。確かに面白いけど、私はそこまでのめり込めないかも。おや、そうなのかい？それはなんとも残念だよ。以前湖畔の宿で見せてもらったが、君の釣りの素質はかなりのもの。そうだな、君には渡してもいいか。ん？これって？初級者向けのロッドと釣りの記録をつけるための手帳さ。
我々聴講師団は釣り文化の普及を目的に活動している団体だからね。見どころのある若者にはこうした道具を進呈しているんだ。ところで君も行き先はルーアンかね。うん、そうだけど。おお、ならば早速ロッドを振るってくれたまえ。ルーアンには釣り場がたくさんあるんだよ。へえ、そうなんだ。言われてみれば確かに水辺の多い地方だもんね。さっきも言ったように市内にもポイントがあるから、まずはそこで練習するといい。とにかく最初は気軽に楽しんでもらえれば十分だよ。うん、ありがとう。絶対試してみるわ。君がいつの日か聴講師団に入団することを願っているよ。それでは良い旅よ。あら、エステル、もう散歩は終わり？到着までまだちょっとあるわよ。そうね。じゃあもう少し歩いてこようかな。散策もいいけど、ルーアンで降りるのを忘れないでね。着陸前には放送があるから、ちゃんと席に戻ってくるのよ。うん、わかった。操舵室に何かご用かな。おや、もしかして君はあの空賊事件の時の。あ、船長さん、お久しぶり。空賊団の砦で会って以来よね。おお、やはりそうだったか。君たちにはまだきちんとお礼を言っていなかったね。この船のクルーを代表して改めて感謝させてもらうよ。どういたしまして。でもなんだか不思議な気分だな。廃校で見つけたリンデ号に今こうやって乗ってるだなんて。整備には時間がかかったが、もうほとんど元通りの状態だ。君が乗っていると知ったら、きっとこの子も張り切ると思うよ。あっどうやら話が聞こえていたみたいだな。今日の風の調子なら間もなくルーアンに到着のはずだ。名残惜しいが、せめて到着まで空の旅を楽しんでくれたまえ。うん、そうさせてもらうわ。お待たせしました。まもなく本船はルーアン市に到着いたします。着陸の際多少揺れますので、お早めに座席にお戻りください。あ、いけない、早く席に戻らなくちゃ。いやー、来てくれて本当に助かったよ。何しろカルナさんが留守で掲示板の仕事が溜まっていてね。早速じゃんじゃんバリバリ働いてもらうとしようかな。相変わらず飛ばしてるわね。気持ちはわかるけどね。それじゃあ早速急ぎの仕事を紹介してもらおうかしら。それが仕事は溜まっているけど、緊急要請に当たるものはないんだ。市長選の管理は軍の管轄だし、町も市長選で盛り上がってるから観光客は少ないみたいなんだよね。ふーん、市長選ってそんなに白熱しているんだ。誰が出ているんだったっけ。観光事業を推進しているノーマン氏と、港湾事業の維持を訴えるポルトス氏さ。
ルーアン市長といっても、その権限は地方全体に及んでいてね。マノリアの住民も投票するし、マスコミもかなり注目をしている。ルーアン地方の未来を左右する重要な選挙になるのは間違いないね。へえ、そうなんだ。未成年だし住民じゃないから選挙権はないんだけど、あの事件に関係した人間としてやっぱり動向は気になるわね。そのあたりはリベール通信が特集してるから読んでみることをお勧めしておくよ。あ、そういえば実は一つだけ調べてほしいことがあったんだ。調べてほしいこと？なんていうか、どう説明したらいいか非常に困る話なんだけど。あら珍しいわね、ジャンさんがためらうなんて。いつも調子いいこと言って仕事を押し付けてくるくせに。シェラ君、そりゃないよ。それじゃあ言うけど、亡霊について調べてほしいんだ。はあ、絶対にそんな顔されると思ったんだよな。だから頼むのは嫌だったんだ。あ、いや、ちょっと面食らっただけで。一体どういうことなの？ここ 1,2 週間なんだけどさ、夜白い影を見たって報告がギルドに何件も寄せられているんだ。それもルーアン地方の各地からね。夜白い影を見た。そう、それって。なるほど、それで亡霊ね。いたずらの類にしては各地からというのが気になるわね。そうなんだよね。掲示板の仕事のついででいいから聞き込みをしてもらえないかな。あ、でもそのあまり安請け合いはできないし、考えさせてほしいなーなんて。エステル君、ひょっとして。え、やだ、違うわよ、全然そんなことないんだからね。この泣く子も黙るエステルさんが幽霊が苦手なんて、そんなこと。ごめんなさい、ちょっとだけ苦手かも。ちょっとどころじゃなさそうだね。まあ実害があるわけでもないし、この話はなかったことに。待って、ジャンさん、エステル、この話引き受けてみない？大丈夫大丈夫、お姉さんがついてるから。それにこういうことを調べるのは私たちの任務にも役立つわよ。え？リベール各地を回って結社の動向を調べること、それは見えざる脅威の正体を見極めることに他ならない。それって亡霊の正体を確かめることと似てると思わない？あ、そうか、言われてみれば確かにそうだわ。ごめんシェラね、子供っぽいこと言っちゃって。ジャンさん、その調査私たちに任せてもらえる？そう言ってもらえると助かるよ。すでにいくつか証言は集まったけど、新たに3人の目撃者が上がったんだ。まずはエアレッテンの関所に勤めている兵士の一人でね、夜の巡回中に見かけて腰を抜かしかけたそうだよ。二人目はレイブンのチームメンバーの一人らしい。レイブンってルーアンにいる不良グループね。素直に調査に協力してくれるといいんだけど。大丈夫だと思うけど、武術大会の時に対戦したけど結構心を入れ替えたみたいよ。あら、そんなことがあったんだ。なんとかなりそうだね。そして最後の目撃者はマーシア孤児院の子供たちだ。え、孤児院の子たち？ああ、テレサ院長が代わりに連絡してくれたんだ。ちなみにマーシア孤児院は先日建て直されたばかりでね、テレサ院長の希望もあってほぼ前と同じ形になったそうだ。そうなんだ、よかった。院長先生と子供たちには挨拶しに行くつもりだったし、お祝いがてら話を聞きに行ってみようかな。よろしく頼むよ。ただ言った通り緊急じゃないから後回しにしてくれても全然構わない。掲示板には他の仕事もあるから、そちらもチェックしておくといい。
3件の目撃情報を確かめたら、ここに戻ってまとめて報告してくれ。集まった情報を検討してみよう。うん、わかったわ。ただレイブンは倉庫にいるから先に当たってみた方がいいかも。それじゃあ町から出る前に港の倉庫に行ってみましょうか。